はい、皆さんこんにちは、ワナリルビーチです。では今回は This is a Police 2、続きをやっていきましょう。12月9日になります。クリムジーが戻ってきましたね。クリムジーパワーあるんで重宝できます。ゴートホン、まあゴートホンには期待してないからな、しょうがないね。バーシーもか。で、バレンティン、ナシさん、今ちょっと論争の真っ最中、ネプチューンだよ、また。イッチーがハートのクイーンから逃げるシーンがあるんですが、彼がフルスピードで走るスノーモービルからスノーモービルへ飛び移るんです。そんなことは不可能だと思うんですが、ロジャーおじさんは簡単にできると言い張っていましてね。原っぱに行って実際に検証しようと思うのですが、今日は休んでもいいですか？ダメです。このね、もうネプチューン絡みは全員ダメ。ロツヘチカもネプチューン絡みだね。ネプチューンの最後の誘惑2、氷削りの3マテリを配っているらしいんです。それもツナ缶詰4つと引き換え、もちろんびしょ濡れになりながら大急ぎで森へ向かった。ツナの缶詰を渡して本をもらい家に帰ったんです。そしたらなんと本のカバーの中は別の本。なるほど、詐欺だなこれは。でもさ、こんなのに警官が騙されるっていうのもちょっと微妙なんじゃないの？ウールバッグはまあ確かにパワー1ポイント半分なんで帰ってもらいましょう。今日のシフトはまあそれなりに人数はいるのでこなせそうですね。銃がちょっと足りないのかな、拳銃がね。で、まあ、どうせだったら発砲能力の高いガツマン、ちょっとさ、だいぶ風貌変わったね。どうしたっていうぐらい風貌が変わっちゃったけど、ベルモントに持たせよう。で、ガツマンには、トラガラシースプレーを持たせます。今日のご飯2万ドルかかるからな。いや、結構かかるよ。まずもうちょっと安いものに変えていこう。一番安いのは野菜スープだな。まずスープは野菜スープ。てかさ、スープなんてむしろなしにしてよ。メイン、まあマカロニ&チーズかな。いや、デザートこそいらなくないかって感じすんだけど。アイスクリームだね。とにかく安く済ませたいんで。で、オレンジジュース。飲み物はね、もうコーヒー。以上。こんな日にアイスクリーム まあ確かに寒いだろうね。ただ安さをね、重視したんで。さて、そろそろ事件も本格的に目処立たせたいような4つも事件あって、ほとんど何も進展してないからね。じゃあ今日は、もう思い切って警官を配置していこう。まあ、頭の切れる警官をやっぱり出していきたいんで。まずはクレイトン。まあ、男子生徒を重点的にやる？それとも、まあ、いわゆる、配管校を重点にやるっていうところだけどね。まあ、配管校にしよう、今日は。まあ、当たりをつけて、できないんだね。一人、そこに配備すると、もう、同じ操作をすることはできないっていうことだね。よし、じゃあこれでいこう。いや、何も操作がいかないって言ってもさ、もう、警官の人数あまりいないんで、そんなに割けないんですよね。今日も無事に難なく一日を済ませたいけど。ホースムーン、2ヶ月前恐ろしい夢を見たんです。小さなネズミになった自分がギラギラした目の黒いワシに追いかけられる、そんな夢。そしてついにワシに捕まって八つ裂きにされました。目を覚ますとなんと全身が引っかき傷だらけだったんです。説明のしようがありません。うちの猫はノストラダムスというんですが、絶対引っかいたりはしないんです。
それはともかくあまりに気分が優れないので有給を伸ばしてもらうようウェールズ保安官にお願いしました。するといつでも好きな時に戻ってくるようにと言われたんです。それで今日戻ってきたわけです。家のローンもありますしねと。なるほど、新たな人材が発見されたね。児童虐待事件、ヘアサロン美女と野獣。小さな息子が静かに座っていられずに仕事中の美容師の母を困らせている。母親はしばらく男の子を叱りつけるだけだったが、それでもダメだと分かると熱いヘアアイロンを男の子の手のひらに押し付け、これやりすぎだよ、これはやりすぎ完全に、決める。あとはちょっと貝の人間も育てないといけないんで、やっぱり必要な経験値が1000を超えてきてるね。事件にこれに関してはもう2000だからね。腹を立てた女がリシパテルの歯科クリニックにやってきた。彼女は親戚や隣人たちを引き連れており、汚らしいインド人をリンチしようとしている。歯科医を助けようと近くの教会から神父と教区民がやってきた。状況は白熱しつつある。まあ、ここじゃディボール送りましょう。まず狙撃隊員で、あとはガツマン、それに、ね、育てたい人間をやっぱりちょっと重点的に配備していきたいんで、バーシー送れない。そうするロスティスの代わりネイキッドかな。ベルモントの代わりにムシか、いやデミアーズにしてネイキッドのカラーディーズにこれでいこう。これが一番ベストでしょ。まあ、いや事件多いな。あ、いやこれヘアアイロンの方だね。手のひらに火傷を負った男の子が隅の方に座り泣いている。男の子の母親は静かに年老いた客の髪をヘアアイロンで巻いている。いなかなかだねこれ。まあ、まずは男の子に応急処置しましょうよ、かわいそうだ。警官は男の子に近づこうとしたが母親に行く手を阻まれてしまった。彼女はヘアアイロンを警官の顔の前にかざしていった。どこへ行こうってんだいこのクソガキの親は私だよ、泣かせときゃいいのさ。いやーやりすぎだよ。警棒で女を殴るか、いや女を拘束しよう、キンベルなら可能だ。さすがキンベルだね。さてラルフピッコリの製粉所。森を歩いていたと子供たちが廃墟化した水車の羽に女の子が縛り付けられているのを見つけた。マジか。隣には老人がいて邪悪な霊について何か大声で叫んでいる。怪しすぎる。いやここもでもな、1755必要って結構きついよ。この1700っていう数字は。足りないか。そうなるとローゼンクラスのがね、代わりにアールノビッチ、これでいける。いやーまだ無理。じゃあ若いのかに、ね、ローゼンクラス、これでいけるでしょう。いや人数ほんと足りない。ジュリア・コーハット、あなたは勤勉な方とお聞きしていますが、これからお願いすることは警察の仕事とはあまり関係のないことです。署の食堂のメニューについてお困りらしいで。そうなのよ、お金かかってしょうがない、大変。皆が食べたいものを全部用意するのは難しい。私もサービス業に就く者としてその気持ちはよくわかる。警察の皆さんの食事の用意と配達を全て私のカフェに任せてください。12000、お任せしよう。代わりに金がなくなるんで金をゲットしていかないといけないね。ボルボ薬局、薬局の中から叫び声が聞こえると通行人から通報があった。男が人質になっているらしい。なるほど、まあ、こういうところで確実に押収物をゲットしていかなきゃいけないな。とりあえず売れるものを売っていきましょう。売る、高値で売買できるものがいいからね。金の延べ棒はちょっと残しときたいよな。ヘロイン、宝石、この辺かな。売るとしたらちょっと他の店も確認しよう。高く売れるんだったら何でも OK。
やっぱりこのガニムの店だな、怪しい。ガニムの店で、とりあえず宝石を売りさばこう。さらに、そうだな、ヘロイン。5回。これで金の目処はほぼほぼついたかな。あとは小銭を稼いでいきましょう。教会ですね。大柄の男が歯医者の首に縄をかけている。一方、リンチ集団が教区民と喧嘩している。怒り狂った女が叫んだ。あの茶色の豚野郎を締め首にしてやりましょう。麻酔ハーブを箱いっぱい持ってくるくせに余分にくれと頼んだら断りやがった。なるほど。どうする？まあ、説得したいよね、ここは。ただ、どうにもならないんで、警棒を持ってるのが、ロヘツチカだけか。大丈夫か。何？銃を持ってきやがった。警棒で、腹を殴られた男は痛みにうめきながら視界を解放。視界は首から縄を外す。そのまま走って逃げた。大柄の男がポケットから拳銃を取り出した。ここは狙撃隊に狙撃させよう。犯人死亡。いや、ディボールよくやってくれたね。石鹸か。石鹸じゃない、抗生物質でもないんで、欲しいのはヘロイン、コカイン、薬物症。これは期待できる。絶対に確保だ。聖ファウティスナより塾学校。年配の女性が孫が学校をサボって、廃屋になった、より宿者。合ってるかな、ちょっとごめんなさい。マリオナを吸ってると言い張ってる。あの子は何を言っても聞かないと。なるほど。ここは確実に犯人捕まえたいね。マグガイアを振ろう。金になりますからね。薬物を押収できる。殺人未遂です。ジェームソン・ヒル。バーロンさんは自宅の芝生を買ってくれた若い男に賃金を払うことを拒んだ。借り方が雑だというのだ。男は芝刈り機のスイッチを再び入れ、芝生の上を逃げ回るバーロンさんを追いかけ始めた。なるほど。しょうもない事件だけど、まあ、ここは一応警官を派遣していきましょう。児童虐待、ノスター雑貨店。事件多いね。清掃員の老女が男の子に暴行を加えている。スケボーに乗っていたことが気に入らなかったと。770。人質事件の方は誤報ですね。ラルフ・ピッコリの製粉所です。少女をどう救い出すかという話だな。まずは水車小屋の中に侵入しましょう。ステルスを使って。で、警官は気づかれることなく小屋の中に侵入。中では肩に銃を担いだ老人がせわしなく歩き回っている。どうやら何かを探しているらしい。なるほど。まあ、ここはパワーで一気に制圧しよう。ディーゼル燃料。ディーゼル燃料じゃないんだよね、欲しいのは。薬物使用誤報か。痛いな。薬物押収のチャンスを逃しましたね。ノースター雑貨店ですね。太った清掃員の女が10歳の男の子の髪を掴んで引きずりました。挙句壁に追い詰めた。男の子は泣きじゃくっているが他の客が恐ろくして手が出せないということですね。まあ、ここは普通にクリムチンのパワーで取り押さえましょう。534 complete。いやー、クリムジーパワーと頭脳があるから結構強くなってきたね。スピードとステルス交渉は全くだけど。続いて殺人未遂ですね。男がエンジンを上げる芝刈り機を押しながら足の短いバーロンさんを追いかけている。なるほど。芝刈り機を追いましょう。ガツマンだったら追いつけるでしょう。
犯人に逃げられた警官が負傷。マジか。ガツマンの離脱。ガツマンも700超えなんでね、離脱されると結構痛いんだよね。まあ金を払ってさっさと直してもらいます。ロザリン・ホワイトサイド。ナシさん、私たちの動物保護施設エイクシルニエルのパイプが壊れて部屋中が水浸しになってしまいました。ほとんどの動物たちはスタッフの自宅で保護していますが、大型犬だけは収容できる場所がありません。状況に対処する間、1日だけでいいので、警察署の使っていない毒場をお借りできませんか。もし断れれば、犬たちは路頭に迷い、投資するしかなくなります。承諾していただけるなら、お礼に抗生物質をお譲りします。なるほど。まあ、ちょっとでも金になるんで、もらっておきましょう。まあ、そんなに悪いことじゃないですからね。あの、犯罪に手を貸すとかではない。何？ガツマンが死んだ。ちょっと待ってくれ、俺は何をしたんだ。まさかガツマンが死ぬなんて夢にも思わなかった。ビーバーズストリップクラブ。おお、いいね。聞いても驚かないでしょうけど、あのハモンド・トレントは汚職まみれのクソ裁判官です。僕はあの人の事務官をしているので確かです。この町で唯一の裁判官として絶大なパワーを手にしたことが彼を堕落させてしまったんです。金さえ払えばどんな犯罪者だって無実にできる。つい最近のことですが、奴はある連続レイプ犯を無罪にした。明らかな証拠があるにもかかわらずです。全ての書類は事務官のところに来ますので間違いありません。裁判所に来た被害者たちにとっては耳を疑うような判決でした。あまりにも号泣する。ちょっと待ってくださいね。あまりにも号泣するので裁判官の命令で法廷から退出させられたことです。僕はその時思いました。これ以上こんなことを許してはならないと。ナッシュさん、あなたと私で本当の正義を下しませんか。トレント裁判官に直接問いを出すことはできません。最高裁に彼の叔父がいますからね。でもあのレイプ犯に復讐することはできます。あいつはストリップクラブの常連ですから。そこでこいつは何、ストリップクラブの事務官としてストリップクラブに来ても大丈夫なのかな。まあプライベートだったら大丈夫ですよね。そこで怖い目に遭わせてやります。忍び足が得意な警官を一人起こしてください。そしてあいつの背後からそっと忍び寄る。くれぐれも唐辛子スプレーを忘れない。あいつをボコボコにするだけじゃ不十分ですと。なるほどね。唐辛子スプレーを持っていて、かつ忍び足ができる、そんな人間いる？マグガイアがいるじゃないか。いや、マグガイアはこれグレネードだな。唐辛子スプレーはだガツマンが持ってたんだけど、そのガツマン死んだからな。いやー、唐辛子スプレー持ってるやついないわ。そうなると、まあ、マグアイアに行ってもらうしかないね。持ってないんで。事件のさ、せめて明日でもいいとか言ってくれないとさ、それは無理よ。ピンクの注意ガム。お、配管工のやつ見つけたね。今回こそ事件を解決する。配管工の方だな。スナッパースーパーナーで、家主の頭を殴る。家に入る。道具を置き、バッグを持ってキッチンを出る。で、ビデオデッキを入れると。なるほどね。ちょっとこれ並べ替えて事件解決する。まず順番、ここにまず招き入れるよね、人を。で持ち去るよね。これとこれの順番が微妙だな。まあでも順番で言うとこうじゃないの。 OK だね、決まった。告発しよう。
逮捕。誰を出すかだな。まあ、誰でもいいけど、キンメルあたり置くとく？ほい。出たー。出ましたよー。しっかり犯人捕まえてきてもらわないとね。初の事件解決になればいいけど。ストリップの方ですね。あの豚野郎をボコってやりましたよと。いいね。血まみれになるまでたっぷりと蹴るを入れてたんですが、あの事務官はなんだか不満げ。まあ、そりゃそうでしょう。唐辛子スプレーを持ってこいって言ってましたからね。まあ、でもしょうがないよ。300ドルか。少ないな。今欲しいのは、麻薬。それを売りさばくことなんで。今回でも、フォーシーズをね、しっかり、温存できましたね。そして、ルーク・ビハートには逃げられたか。まあ、ちょっと次回ね、ルーク・ビハートは再び捕まえに行きましょう。では今日の勤務終了していきます。いや、8だけ？カーターにやられた。むちゃくちゃカーター稼いでんじゃねえか。何があったんだ。おい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 。え？待って。え？ちょっと待ってくれ。何なんだこの差は。いや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 、カーターさん。むちゃくちゃ持ってったね。やられたー。完全にやられた。いや、ここはもう温存しよう、8タブは。逆転されたよ。マジか。すげえな、カーターの活躍ぶり。12人での勤務にも不安があるしね。次のシフト。いや、カーターがあんなに稼いでくると思わなかったね、最後。Forgot to give you your parking pass? I have my pass. Didn't Jesus tell you not to drink? That's right. I don't drink. I already went through that ordeal, but you, no. Well, it's nothing to be ashamed of. Oh, I'm not ashamed. You can be sure of that. You know, it's hard to handle some things alone. And sometimes help comes from somewhere you wouldn't expect. You can say that again. When I needed help, it was an old man named Tarek Palm, former pastor. They say he was kicked out of the church because he went crazy. I don't know the whole story. Maybe he lost his mind, but he sure didn't lose his instincts. He immediately saw the two things that were ruining my life, lies and stubbornness. So he locked me in the basement. Lost his mind. Must have been a smart guy. He locked me up in the basement with the Bible, the Quran, and the Torah. And he told me that he didn't care what I was going to believe, but every righteous man, whatever he believed, had to go through these three steps. And the first step is when you choose principles over honesty.
And the second step is when you choose honesty over principles. And the third is when you don't need to choose at all, because honesty is your only principle. Now, old man Palm said that he would bring me water every morning and ask, "What stage are you on, son?" 3 weeks later, I answered, "On the third, father." And he let me go. I was a changed man, but I lied about the third stage. I was still stuck on the second one. Well, I guess that makes you a cheat. And I'm not gonna play cards with you. Don't even ask. The competition between us, maybe it was stupid, but... It was only stupid when you won it. I cheated, Jack. I won because Lily helped me. Brought me a pile of papers with lots of leads. And somehow, this one was stuck in with the other papers. Of course, I was going to phone it in right then and there. But then I thought, what will happen if I call? The feds will arrest you. But what then? Would that be the end of it? No, of course not. There'll be reporters, there'll be some kind of investigation, and everyone will be on the hook. Lily, the other cops, our ordinary townspeople, everyone. It's hard to imagine how this would hit our town. Jack, I'm sure you understand. Lily wanted me to take things over gradually, you know, so we could work together for a few days and keep everything calm, right? But you could keep things even calmer. You can leave early in the morning. You can disappear, and no one else in Sharpwood will ever hear from you. It'll be like you were never here. Like you got off the bus, you took one breath of icy air, and immediately decided you needed to get out of here. I mean, after all, who would hide from justice in a freezer? Don't be ashamed, Jack. Drink up. You haven't got through this yet. I have. I need to talk to Liam Henderson. I know, but it's important. Yes, I'll hold. やっぱりズルしてましたね、カーターは。だって最終日に100超えのプルを手に入れるなんてちょっと考えづらかったですもんね。まあ、ちょっと気になるこの先の展開は、じゃあまた次回続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。